キンプリヘイヤー仕様ら脱退で強まるジュリー社長追求、性加害問題だけじゃない事務所への不信感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングピンス。 キンプリの平野市要26、神宮寺勇太25、岸裕太27の脱退劇がジャニーズの体制をも揺るがしかねないという。3人は22日をもってグループを脱退したが、ティアラ、キンプリファンの総称、ラノファンの矛先はジャニーズ事務所に向かっているからだ。木下同事務所は性加害問題で天野ワンだけに、ダメージは大きくなりそうで。 5人の金プリが最後となったこの日、騎士は会員制サイトの個人ブログを更新し、9月30日をもってジャニーズ事務所を退所することを発表。神宮寺もブログを更新し、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。とつづりファンを安堵させた。ある芸能関係者がこう話す。 CM に出演していたある会社の本社ビル前にはティアラの人だかりができていましたし、ジャニーズ事務所周辺にも集まっていました。この日、グループ脱退と同時に退場する平野と神宮寺が最後の挨拶に来るんじゃないかと思って集まったようです。先日は、ミュージックステーション、テレビ朝日系、キングブズル、2時間 SP、日本テレビ系、 ベニュー 101NHK と5人で出演する最後の姿を見せ続けてきた。特にベニュー101では最後にビューティフルフラワーを歌唱した際、平野が歌い出しで歓喜はまり、歌詞が出てこなかったシーンは話題になった。あのシーンを見たファンは平野はやっぱりキンプリとして続けたかったに違いないと確信しました。 やめなければいけない要因となったのが藤島ジュリー稽子社長との確執と言われています。それだけにこのタイミングでどうしてもティアラの批判の矛先はジュリー社長に向かっています。とはある芸能プロ関係者。その批判が図らずも威力を増してしまっている。ジャニーズ事務所は小ジャニー北川前社長の性加害問題の真っただ中だからだ。 同問題をめぐっては、ジュリー氏が動画で謝罪し、これからも社長として問題解決に努めると表明したが、ジャニーズとしては一連の発表でこの問題の幕引きを図りたいようですが今もジュリー社長が会見すべき社長を辞めるべきではという声は根強い。今回、キンプリが脱退したのも、ジャニーズの体制に問題があると見ているティアラは多いのです。 そのため、ジュリー氏の責任追及の声が強まっています。どう実際にこのままならば、ジャニーズそのものも大ダメージを受けかねないと言われている。本来氏のグループがいなくなるようならば他のジャニーズグループに流れます。ところが、キンプリの場合、そのままジャニーズファンを辞める人が多いと言われています。体制が変わらなければ、また同じことが起こり得ますからね。 ジャニーズファンを辞めるということは、ファンクラブの会員数減にも直結するだけに、体制変更も余儀なくされるかもしれません。どう激震に見舞われるジャニーズ帝国。今回のキンプリメンバーの脱退は大きな過根を残すものになるかもしれない。東スポウェブ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。